はい、皆さん、こんにちは。はい、本日は10月の17日、えー、の今現在、バンコク時間で言うとですね、午後のね、えー、もう1時ぐらいなんですけどね、日本時間で言うと、午後3時ぐらいにこの動画は撮っております。えー、本日ね、3本目の動画としてね、皆さんにお届けしようと思ってもおります。えー、この動画を撮ってね、えー、すぐに編集をして、で、えー、投稿することになると思います。はい、えー、なんですけども、今回の話題なんですけども、 もうねすで、えー、に皆さんもご存知のごとくあの日テレがやらかしたあの年の宮愛子さまに関するあのやばいやばいですねあのことに関して、えー、具体的にですね日テレのそのまあ報道関係の方がね、えー、なんだか知りませんけどもまあ言い訳は言っているんだけど相変わらず謝罪が入っていないだとかですねもうはっきり言ってああいったようなねテロップを流すこと自体 の愛子さまへの名誉毀損にも当たるかもしれないような話ですよね。まあそれに関してねいまだにこの日テレはですね言い訳だけ謝罪しないこれは一体どういったことなんでしょうかもしくはですね宮内庁に関してもこのことに関して一切ね苦言を呈しないんですよね。 宮内庁ね、皇族の方々をお守りしなきゃいけないわけでしょう。えー、といってのことで、当然ですね、えー、天皇ご一家、なおかつ唯一の皇女様であられる愛子様に関して、こういったような名誉毀損にも当たるかもしれないといったような発言を受けてですね、なぜ宮内庁が日テレに抗議しないんですかおかしいよね。どういうわけみたいな話をしていきたいなというふうに思います。はい、ぜひ今回の動画も最後までご覧ください。 はい、えー、でですね全くもっておかしな話、あのね、やばいやばいに関してはね、また後でお話しさせてもらいますけども、その前にね、まあ、こういったようなさ、えー、グレーのシャツは着ているんですけども、やっぱりね、えー、こういった嬉しい話題というか、いい話題もね、皆さんへお知らせするとと,ともに、えーまあ、情報はね、共有していきたいなというふうに思います。 えー、今ご覧になっていただいているのは、これは昨日ね、えー、岡山科学、えー、香川ニュースが、えー、具体的にね、報道をされておりました。まあ、岡山のことなのでね、やっぱりこういったような話題になるんでしょうが、えー、秋の園遊会、えー、宮内庁がね、えー、正式に発表しましたということで、 えー、従来だと11月の第1週ぐらいにね秋の園遊会行われてましたけども今年に関しては10月30日に、えー、行われるということが決まったらしいですね。で、えー、それに関して招待者が具体的に発表されて。 えー、まあこのね岡山出身ということで、えー、パリオリンピックで大活躍をした岡慎之助体操の選手ですね大活躍だったよね、えー、個人総合で、えー、金メダル取って種目別でも取ったりしてね、えー、それこそね、えー、オリンピックの3冠3つ金メダルを取られたこの岡慎之助選手が えー、まあね招待されるといったようなことで、えー、具体的に記事として上がっておりましたで今言いましたように今月の30日ねに、えー、秋の園遊会開催され,るといされるということなのでこれもねもうあと2週間ばかしですよね非常に楽しみ、えー、の話題ということがまず一つそして次の話はいこれもですねいやーやっぱりね年の宮様のね人気すごいわね さすが愛子様みたいな感じなんですけどもこれはねやはり今朝方早くからウェブ上で女性自身が出ておりましたけどね「愛子さまに会いたい」「佐賀の例のね国民スポーツ大会にご出席された年のみ愛子さま」そして「柔道を観戦されましたよね」「その時の応募者数がなんと倍率6.6倍だった」ということでね で私のね、えー、その動画のコメント主の方も、えー、言われていてねやはりこれ応募された方がいたんですけどもやっぱりね当たらなかったっていうようなことをねコメントで残された方がいましたいやまあやっぱり6.6倍だったんですねまあ当たらなくても仕方がなかったでも残念でしたねといった話なんですけどすごい人気だよね下に書いてある通り。 10月11日から12日の1泊2日で佐賀県をご訪問された年の宮様で佐賀市のね国民スポーツ大会の推進部担当者の方が言われていたという話ですがこの佐賀アリーナで柔道の少年男子1回戦 感染枠には応募が殺到した応募枠がですね1000人限定だったらしいんですねまあ、当然ね、との宮様がね、えー、ご参列されるということがあったので警備の体制も敷かなければいけないそういったような都合もあったのでね1000人限定だったらしいんですけどもなんと6626人の応募者数だったということですねまあ当然多くの方、ほとんどの方が まあ佐賀県民の方まあ中にはね、えー、県境を越えてね何とか見に行きたいといった方もね当然おられたというふうに思いますけどもやはり多くはね佐賀県民の方だったと思いますでね、えー、その佐賀県民の方々を中心にね6626人応募数が、えー、そのね限定枠1000人に対して6.6倍超といったようなことだったらしいですよねいやーやっぱりね まあおそらく私もね佐賀にいたらね松崎にですね応募したと思いますけどねまあでもやっぱりこういったようなところが、えー、実際のね敏宮愛子さまの今現在の人気の高さをね表しているようなまあ、象徴的な話ですよね。まあ,あのその後にね。 えー、まあ、つい先日、まあ、一昨日までね、えー、過様も、えー、この閉会式にねご出、ご出席されるということで、えー、さね、佐賀県、訪問されておりましたけどね、あの例の、真っ赤っか、だったね、過去様なんだけど、例えばさ、佐賀空港での、 えー、そのね佐賀県民の方々の、えーまあ、大歓迎ぶり敏宮様すごかったよね佐賀空港にお付きになった時から、えー、小股をこうやって振られるですね県民の方がいっぱい佐賀空港に、えー、押し寄せていましたみたいな感じだよね今押し寄せていたって本当に、えー、そのものズバリのね表現だと思いますよね多くの方がね何せ一目見たいというようなことで、えー、佐賀空港に訪れていたでもね かた様の佐賀空港ででね、どうでしたか当然ねこれ14日でしたか、えー、午前中にお月になったんですけども当然これね予定がすでに宮内庁から発表されておりましたから、ね、どうしても加古様を見たい、まあ、中にはいたでしょうということで佐賀空港にやはり訪れていた,ひいた,いた人も、ね、いたんですけどもその人数どうですか全然違ったよね。 佐賀県民の方々、やはりね、本物の目をね、<laughs> 持たれている人が多いんじゃないでしょうか、みたいな話だったわけですね。まあ、いずれにしても人気すごいよね、というようなことだと思います。はい、えー、そういったようなね、まあ、非常にまあ、えー、都市の皆様のね、嬉しい話題も入ってきてるんですが、こっからが問題だよ。やっぱりグレーのシャツ着てるでしょうということで、次のページ。はい、えー、これはですね、 やはりね、女性自身が今朝方やっぱり同じように朝早く上げていたようなえ記事例のね日テレのやばいやばい <laughs> テロップですよまあこれに関してはねもう説明する必要ないよねあのー、愛子さまがね佐賀県に訪れていた時に、えー、この紙付きをねご体験されましたよねその時に日テレが報道してる中でテロップテロップでねやばいやばいとの宮愛子さまが 発言されていたかのごとくの、えーまあ、字幕を流したわけですよ。これに関してご視聴者の方がすぐに気が付いて「なんだこの日テレは」みたいなことに加えてですねたやね特に X 上でももう秋津の人たちが大喜びしちゃってさ「ね、何々年のみやの愛子さまがやばいやばい」みたいな表現してるぞ「わあ!」みたいなねそんなことで炎上しちゃったわけですよ。とんでもない話。 なわけだよね。はい、これに関して女性自身が記事で上げていたわけですね。えテロテロップのミスに批判が続出、広報は外すことにしたと認めていたということなんですけれども、まあね記事の内容多少読まさせてもらいますね。日テレニュース NNN って言うんですか。私は全然見ませんからね。日本の日常はね、和紙作りを体験される、えー、愛子様を映した映像を紹介しましたと。やばいやばい。 と愛子さまが述べられたかのようなテロップを表示していた局内でもミスに気がついたのか現在公開されているニュース動画では誤ったテロップを削除しておりますとでこれに対して記者の方が日テレに取材をかけて回答も一応得られたんですけどもその回答がやばいみたいな話ですね編集機器を通して確認できた音声についてテロップを入れ放送した。 放送後担当者らの間で話し合い通常のテレビの音声ではなく音声ではよく聞き取れないことからテロップを外すことにしたなんか言い訳だけしてますよね実際にやばいやばいなんていうことはねイコスは全然言われていないわけですよそういったことが分かったから外したわけでしょだったらそういったことが分かったなら日テレとしてのね、えー、謝罪を入れるべきですよねこれ今現在動画を撮っているのが、 10月17日木曜日の先ほども言いましたように日本時間でいうと午後の2時から3時ぐらいの間にこの動画を撮っております。今現在において日テレからそういったような謝罪,謝罪のね、えー、は一切上がっておりません。で、実際にこの女性自身の記事であるかのごとくですね、担当者の人が。 ね、よく聞き取れないからテロップを外したなんやそれみたいな話でしょうだったらですねよく聞き取れなかったならなぜですね「やばいやばい」を最初に入れたんですか逆にそのことを聞きたいよねだって聞き取れなかったんでしょうだったらテロップ入れるね入れるわけにはいかなかったんでしょうでもやばいやばいですよおかしいよね逆にねじゃあ誰がこんなの入れさせたんですかみたいな話をしたいよねということになってくるわけですよねなおかつさあ えこれ日テレの話ではありますけどもこういったようなね敏宮愛子さまにとってはそれこそさやばいやばいなんていうことをねえそれこそ女性皇族の人が表現したみたいなことで言われちゃったわけでしょはっきり言ってまああえて言うとさ名誉毀損にも当たるようなこのテロップの入れ方ですよねで謝罪も入っていないでそういったようなことに関してじゃあね宮内庁は何かねえ苦言を呈しているんですか宮内庁も「シーン」でしょ これもまたおかしな話だよねだって宮内庁はさ先日もね例えば皇室色大部だとか、えー、西村長官が言っていたようにですね皇室バッシングに関することに関しては対応を打っていくみたいなことを、えー、定例会見で言ってるでしょでこういったようなねそれこそ名誉毀損にもなるような発言というかテレポを入れたこのテレビ局に対して一切何も言わず今のところはねシーンですよ。おかしいね。 っていうことですね今週の定例会見で何か言われるんですか西村長官もしくは吉田公主職大部っていう話だよねまあ、これはね、えー、公主職の話ではないのでまあ、西村長官だよね西村長官定例会見で何か言いますか言ってくださいねみたいな話でしょうそしてまたシーンとね言い訳だけしているこの日テレなんで謝罪入れないんですかうーんって感じだよねやっぱりこういったようなね 非常におかしな点不自然な点で不公平な点があるがゆえにですねまたこういったようなことを誰かがみたいなことを考えちゃうよね皆さんねまい、あ、ていませんよ誰かとはねでも私がこれ誰かって言えばね皆さん何んとなく想像つきますよねねこないだのあれですよ骨折みたいな話になってくるわけでしょでこれ以上言わないけどさだってそういうふうに思わざるを得ないよねだってさ今言ったようにね えー、日テレの局内の中でおかしいなってこと分かったんでしょでテロップ外したんでしょ過ちを認めたんでしょだったら過ち認めたのであれば謝罪でしょでも謝罪しないそして宮内庁も何にも言わないじゃあ誰が入れさせたというふうに勘ぐっちゃうよねということだと思いますねはい、えー、そういったようなことで相変わらず謝罪を今現在ですがしていない日テレ謝れよみたいな話なわけですね。 はい、えー、そういったようなことがあって、もう非常にね、イライラする話で申し訳ないという感じなんですけども、えー、この話どうしようかなと思ったけど、まあ、あげますかということで、えーえー、次のページもご覧ください。かたやさ、こういったような話もある中で、えー、女性自身、なんか女性自身のオンパレードだからさ、オンパレードなんですけども、昨日からね、オンパレードでバン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 記事出しているんですよ。 えー、といったようなことで、まあ、全部ウェブ上でね出してるんですけどもこれはさ例の「真っ赤っかなお人です」といったようなことで「何な々なイヤリングがすごく可愛い,いだとかまたこのね有田焼のなんか美しいイヤリングこれがなんか売れてるみたいなねそういったような話をまた出してるんだよいいよもうゲップが出るよみたいな話、ねまあ、この、ね、真っ赤っかな佳子さまに関しては私も昨日一昨日ぐらいか で動画であげたんでもう何にも言いませんけどね。いやーよくこんなさ、もうでもね、って言うけどさ、よくこの真っ赤っか来たよね。というふうに思いませんかいやー、皇族の方がさ、こんな真っ赤っか来て、ね、選手よりもね、えー、実際に目立っちゃってさ、うん、<laughs> っていう感じだよね。まあ、ちょっとこれ以上言わないけどね。まあ、こういったような話も一応出ていたので、イヤリングかわいい相変わらずですよね。もういいですよ。 女性自身またなんでこんなのあげるのみたいな話も一応ねさせてもらいましたはい一旦変えますはいということで今回例のね日テレのあのテレや,やばいやばいのね、えー、テレテロップの話ですよこれなんでね謝罪しないのかおかしいよねなんで宮内庁何も言わないのおかしいよねという話をさせてもらいましたまあ誰とは言いませんけど言わせてんじゃないのみたいなことを勘ぐっちゃいますよねだって何にもさ 何にもん。日テレも何にも言わないし宮内庁も何にも言わないから一体全体どういうことなんですかで取材して出てきた言葉は「テロップは外しました」それだけ言い訳しかしてないわけなんですよね。私変なこと言ってる全然変なこと言ってませんよはっきり言ってねどうですか皆さんということですけどねはい、えー、そういったようなことでこのねテロップ事件 だってあの、フジテレビに関してはさ、例のね、アイク様ご視察されました。あのね、えーね、ね、えー、まあもう一つの視察ありましたよね。これに関しては一応さ、フジテレビは謝罪は入れているわけですよね。が、に関してで,でもさ、日テレ謝罪入れないんですかみたいな話。いやーね、おかしいよね。おかしすぎるっていうような話をさせてもらいました。はい。ということでね、本日もね、またいっぱいいろんな話あったね、えー。まだまだここら辺にありますよ。二つぐらい話したいこと。<laughs> 二つがあります。話したいこと。一つはもう動画撮れてたりするんですけどね。まあ本日もおそらく皆さんね、ゲップが出るようなお腹いっぱいだと思いますので、また明日にね、動画を回したいなと思いますけど、まあとにかくね、毎回言っておりますが、こういった皇室関係の話題、話が全然つきません。ということで、明日以降もね、また次々とお話ししていきたいなというふうに思います。はい、今回もありがとうございました。バイバイ。